皆さんこんにちは。リアクション芸の達人で、喧嘩をキスで仲直りをするくだりや、ハンチング帽をくるりんぱの掛け声でかぶり直すギャグなどでみんなから愛された芸人、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さん、2022年5月11日に自殺をされていたことが報道され、世間は悲しみに包まれました。この訃報から1年以上経った今、妻である広川ひかるさんが上島さんとの別れについて初めて語りました。今回は広川ひかるさんが語ったこと、そして上島竜兵さんが自殺をされた理由について詳しくご紹介していきます。上島さんの葬儀告別式は昨年5月14日に都内の斎場で営まれました。ダチョウ倶楽部の肥後克広さんや寺門ジモンさんはもちろん、加藤茶さんに出川哲朗さん、そして有吉弘行さんに土田照之さんをはじめとした竜兵会のメンバーほか大勢が駆けつけました。上島さんが好きだったピンク色の花が飾られた祭壇の前で、大の男たちが声を上げて泣いていました。上島さんが急逝してから、妻である広川ひかるさんは相続などの手続きに追われたそうで、生前の上島さんは自分の財産は全部ひーちゃんに渡したいと言っていたそうですが、遺言書がなかったため法律にのっとり、上島さんの遺産は姑と分けることになったとのことです。広川ひかるさんは竜ちゃんの最後の親孝行になってよかったと思う一方で、彼の飲み代で月に100万円前後の出費が続いていて、預金は恥ずかしいほどの金額しかありませんでした。もう少し残してくれていたらとか、せめて子供がいたらと考えたこともありましたと語っており、上島竜兵さんの死についてこんな思いをさせられるなら結婚なんてしなきゃよかった、まさかあんな最後になるなんて思わないじゃないですか。でも振り返れば楽しいこともいっぱいありましたけどね。そう優しい笑みを浮かべた広川さんは、もっとできることはあったと思うと後悔も口にしました。亡くなった直後は身の回りのすべてに現実感がなく、夫がこの世にいないことが信じられなかったとのこと。しかし通夜の日、数日前まで上島さんが使っていたハローキティの柄の小さな茶碗にご飯をよそっている時、もうこのお茶碗で竜ちゃんがご飯を食べることはないんだと実感すると涙が止まらなかったそうです。こぼれる涙もそのままに、広川さんは亡き夫のために枕飯を用意したと語っています。上島さんが亡くなって約3ヶ月後、乳がんを宣告されたことも明かしました。胸のしこりが気になって病院に行ったところ、ステージ1の浸潤性の乳がんだったとのこと。本当に参りました。きっと前世の私はかなりの悪党だったんでしょう。誰を恨むこともできないので、もはや前世の自分に罪をかぶせるしかないんですわらと語り、幸い手術は成功し、入院を経て治療終了を告げられたそうです。また昨週、20年間所属した芸能事務所を退所し、上島さんと作った個人事務所で活動していくとのこと。10年ほど前に会計事務所さんに勧められるまま立ち上げた会社です。ご宿会社を畳めば金銭的にはもう少し楽になるのかもしれませんが、子供もおらず自分たちで建てた家もなく、夫婦で作ったものはこれだけなので、なんとか残したいと思っていますと語り、8月10日に書き下ろしエッセイ「竜ちゃんのバカ野郎」を出版することを報告しました。私の大切な旦那様のことをみんなが覚えていてくれるようにという一心で書き上げたそうです。では次に、上島竜兵さんの自殺をされた理由などについてご紹介していきたいと思います。上島竜兵さんの家族が上島さんが自宅で首を吊っているのを見つけたそうです。 SNS では首吊り自殺というワードがトレンドワードとしてランクインするなど衝撃が走りました。では上島竜兵さんが首吊り自殺された理由は何なのでしょうか。悩みを抱えていたからこそ自殺という選択肢を選んでしまったと考えられますが、現在でもその理由などは報道されていません。しかし上島竜兵さんが亡くなったことについて6つ自殺の理由があるのではと噂されていました。バカ伝などで共演していた志村けんさんを追いたくなったのではという声が多数上がっていました。志村けんさんは2020年3月29日に
新型コロナウイルスによる肺炎で亡くなっています。突然の訃報に芸能界にも衝撃が走りました。長年志村けんさんと上島竜兵さんは交流をされていました。テレビ番組でも共演することはもちろん、プライベートでもつながりは深かったそうです。上島竜兵さんにとって志村けんさんは長年慕ってきた師匠のような方。志村けんさんの途方の直後には、上島竜兵さんのメンタルを気遣う声も多数上がっていました。そんな関係を知っているファンからは、志村けんさんの存在を連想する声が多く上がっていました。またドリフに大挑戦スペシャルというドリフのコントに、若手芸人からベテランまでがチャレンジするという番組が2022年5月8日に放送されました。そのドリフのコントに挑戦の番組に、上島竜兵さんも登場していたのです。このタイミングについても、志村けん死んだ後ドリフの番組やりすぎ、竜ちゃんその度に呼ばれて志村けんのコントを見ないといけない、親しい人ほど志村けん見ると辛いだろうという意見がありました。またコロナ禍のストレスもあったのではと言われていました。コロナ禍が続いて活動に制限も多々あり、今までと仕事のやり方も変わっていたのかもしれません。実際にコロナが流行したことで、昔のように上島さんの後に出川さんが熱湯に入ることができませんし、その度に浴槽を変えないといけません。押すなよと言ってもソーシャルディスタンスで本当に押すことはできず、キス芸もアクリル板越しにキスを実行と、ダチョウ倶楽部の芸風を出しづらかったことがわかります。そして自粛生活や緊急事態宣言など生活スタイルの大きな変化もストレスの原因だったかもしれません。また近年では BPO の番組への見解も、他人いじりや身体を張った芸などに厳しい見解を述べていました。コロナ禍による芸風を変更せざるを得ない状況が辛かったのではという憶測も流れていました。またテレビ番組の演出で上島竜兵さんはいじられるポジションにいました。しかしいじられるということでストレスに感じていたのではという声が相次いでいました。しかしもともと上島竜兵さんの芸風だったので、ストレスかどうかは本人しか分かりません。しかしコロナ禍で視聴者も繊細になっている時期に、上島竜兵さんのいじられている姿を見て心配していた人もいたのではないのでしょうか。上島竜兵さんは過去に糖尿病を患っていることを明かしていました。糖尿病は悪化すれば合併症を起こすこともあります。また失明を起こすなどの重大な合併症を引き起こしてしまう可能性もあります。このような背景もあったため、芸人を続けられなくなるような病気を発症してしまったのではなど声も上がっていました。コロナ禍やもともと竜兵会だった芸人たちが結婚したことをきっかけに飲み会も激減していたようです。各個人との交流はあったでしょうが、みんなでスケジュールを合わせて集まるということが難しくなっていったのでしょうね。そういったことから寂しさが膨れ上がっていたのかもしれません。上島竜兵さんは優しくて繊細だったということも話題になっていました。若手や干されている芸人さんに手を差し伸べたり、いろいろとサポートしていたようです。飲み会でもおごってあげることが当たり前で、先述したように月100万以上の飲み会の支払いで家計を圧迫するほどだったと広川光さんが語っています。また過去にはダチョウ倶楽部の冠番組を持ってましたが、打ち切りになったことについて上島竜兵さん自身がつまらないからだと気にしていたそうです。上島竜兵さんの優しさや繊細な部分がわかりますね。いかがでしたか。詳しくご紹介していきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画を気に入っていただけましたら、コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。